佐伯です。どうも、こんばんは。西部さんが始められてね、それで114回目ですか。ずいぶんですね。いやいや、大したもんだと思います。で、まあ、西部さんが亡くなられて4年目5年目ということに、5年ですか、まあ、4、5年というところですね。で、まあ、ご存知かと思いますが、まあ、西部さんという人は非常に多面的な活動をされてた人でね。で、まあ、私は大学院の頃からよく、まあ、事実上私の先生になるんですよね。で、ですから、まあ、期間的に言うと非常に長い期間、まあ、それほど密接でなかった時もありますけれども、まあ、割とコンスタントに、亡くなられるまでお付き合いさせていただきました。で、まあ、彼は一方で、まあ、学生運動の、ね、投資でもあり、そういう具体的な、どう言ったらいいのかな、政治そのものが好きだという人だという印象はないんですけれどもね。しかし何らかの形でこう政治的なインパクトを与えたいという気持ちは多分持っておられたとは思いますね。で、まあ、特に何かの党派と党派に属するとか、何かこういう党派で自分は政治活動をするっていうようなことは私の印象としてはほとんどないですね。で、まあ、しかし何か言論というものをやりながら、言論がある社会に対してとにかくあるインパクトを与えたいっていう面は非常に強かったと思います。 ですから割と具体的な時事的な問題を取り上げながらいろんなことを論じられてましたね。で、それともう一つは、やはり大変な頭のいい方だ ですからね、そのきちっと勉強されるんですよ。で、西洋の哲学史とかね、西洋の思想史も非常によくちゃんと勉強されてる人で、で、まあ、そういうものを合わせながら、まあ、政治学、経済学、社会学、そういうものを合わせながら、まあ、現代の文明について論じると、一種の文明論という、文明論の、まあ、評論家という面がありまして、で、まあ、西部さんが亡くなられてね、それで、まあ、非常に大雑把に言うと、まあ、藤井聡さんたちが、まあ、西部さんの持ってるその活動家、運動家の面を引き継いで、それでクライテリオンという雑誌を発行されて、で、まあ、非常によく頑張っておられると思います。で、まあ、僕は、まあ、ちょっと自分自身の関心、あるいは個人的なその性格かもしれませんが、もうそこまで社会にインパクトを与えるというよりも、ちょっと一歩引いて、それで現代の文明というのをどういうふうに捉えたらいいのか、で、現代我々が陥っているこの状況の深刻さというのは、何か一つ一つの問題を論じるよりも、もう少しこう全般的に何かがおかしくなってしまっている、で、そういうことを哲学、思想、あるいは文明という形で論じてみたいというのが、まあ、私の、考えだったんですね。で、まあ、うまい具合にある意味で藤井さんたちがやってるのとはちょっと少し住み分けたような形でね、私は開くっていう雑誌を ある人に説得されて、やむを得ずってことはないけど、成り行きでそういう雑誌を作ることになったんですが、開くっていう雑誌をやってまして、年に2回で、これはまあ現代文明をいろんな形で哲学やら政治学やらさまざまな学者に論じてもらうというふうな趣旨でやってはいます。で、まあ、この両方が必要だろうという気がしてますね。で、藤井さんのような具体的な言論、具体的な問題を取り上げて具体的なインパクトを与えるというふうなものも必要だし、それから、まあ、私のように少し一歩引いた形で、この今の状況を大きくどういうふうに捉えたらいいのか、まあ、その多分両方が必要だろうという気がしてるんです。で、今日はですね、まあ、このウクライナの問題をちょっと取り上げたいんですが、ですからこれも、まあ、私なりの、まあ、この問題を素材にしながら、我々が置かれているこの現代社会、現代文明の状況は一体何なのか、これどこに問題があるのか、どういうふうに捉えればいいのか、で、そういうことに、まあ、主眼を置いた話にさせていただきたいというふうに思っています。
でもちろんながら私はウクライナの専門家でもありませんし、ロシアの専門家でもありません。ですから今出口さんがおっしゃったように、別にウクライナについて解説するとかね、この戦争についての解説なんてのはもちろん私にはできませんし、そんなのはもうテレビで皆さんももう山ほど聞いておられるだろうというふうに思います。ただ私が関心を持っているようなこう思想的な観点からすると、やっぱりこれかなり大事な重要なことが含まれているんですね。でそれはほとんど論じられてません。で今ちょっと出口さんも持っておられたボイスの8月号に、ちょっとそういうことも書きましたんで、今9月号が出てるんでね、書店にはないんですが、図書館に置いてるでしょうから、もし関心がある方がおられたら、またちょっと参考にしていただければとは思います。でそれでですね、このウクライナ問題、これどういうふうに考えればいいか、もちろんプーチンが、とんでもないことですね、暴挙ですね、 あまりに唐突、半年ぐらい前からやるんではないかというふうに言われてたけれども、多くの人はそこまでやらないだろうというふうに予想してた。私もそこまでやることはないだろうという感じを持ってたんですが、しかし、侵略しました。で、とんでもない暴挙であることは間違いない。でそれで、国際世論はとにかくウクライナ頑張れと。で大体今テレビで流される映像もウクライナ市民あるいはウクライナの都市が破壊されていく、誰がどう見てもロシアはめちゃくちゃやってるという映像が毎日のように流されます。で、これも現実なんでしょう。で、ウクライナの普通の市民はとんでもないことになっていることはもう間違いないわけでね。で、ウクライナはなんとか頑張れという、それには間違いはないんです。ロシアはけしからん、プーチンはけしからんでという話には一応間違いないんですが、ちょっとやっぱりそれで終わりにするわけにはいかないんですね。でどうしてこんなことになってしまったのか、やはりそこにもう少し我々が考えておかなければならない問題があります。それからもう一つね、ついでにその前に、ちょっとそういう話をしたいんですが、その前に一応言っておきますと、これやっぱりこの問題っていうのは日本人にとって大変なことをやっぱりつけられてるんですよね。でこれは非常に厄介な問題です。で、我々気楽にとにかくウクライナ支援しようと。で僕はね、正直言ってね、ウクライナ あの大統領が、日本の国会で あれを通してね、演説しまして、でそれはそれでいいとしても、国会議員がもうスタンディングオペレーションやったってのはとにかく嫌ですね。あれは僕はもう非常に嫌なものを見たという気がしますね。でゼレンスキーはゼレンスキーの立場があります。で彼はとにかくできるだけ多くの国際世論を味方につけたいし、支援も得たい。だからドイツもやるし、いろんなところでやってます、フランスとも。それはゼレンスキーのそういう気持ちは分からんではない。だけどそう、日本の国会議員がそれをもう万来の拍手をするというのは、何か根本的に何かがおかしいという感じはしてしょうがないですね。でこれ誰もゼレンスキーに反対できないんです。ウクライナに今反対できないし、先ほど言いましたように、特にウクライナの市民が悲惨な目に遭っていることは間違いない。だから何か支援したいと思うのは普通の感情で、普通の感情です。だけど国会議員はやっぱり それだけでは動けないんですよね。でこれで完全にこれ日本はロシアを敵に回したってことなんですよね。で、あの段階でね、ロシアもなんか膠着状態になってしまって、ロシアもウクライナが勝つのかロシアが勝つのかどっちが勝つのかよく分からなくなってしまった。しかしゼレンスキーが日本で国会演説した3月段階では、これは圧倒的にロシアの方が強かったんです。でということはこれ、その日本はゼレンスキーウクライナともちろん同盟国でも何でもないんですが、瞬間的には
ウクライナの、まあ、支援、完全に支援国にはなったんですね。ロシアからすると日本は完全に 敵対国なんですよ。ということは、まあ、それ場合によったらね、場合によったらですよ、まあまあまあ普通考えにくい、考えにくいことは間違いないんだけど、ロシアが何かの形で日本に攻め込んだって、これしょうがないんですよね。それだけのことを国会議員はやってるんです。でそこまで覚悟はあるのかっていう話なんですよね。でそういうことになった場合にどう、もちろん尖閣の問題はもう問題外ですよ。これはもうロシアはもう一切返す気はないですよ。で敵対国に返す必要はないです、ロシアからそりゃ。でそこまでちゃんと覚悟した上の話なのかっていうことはね、本当に気になりますね。それとまあよく言われるように、中国がどういう動くかわからない。本当にこれ NATO とロシアが戦争段階に入ると、中国は一体何をし、どういうふうに動くか分かりません。で北朝鮮だってこれ絶好のチャンスですからね。それはあの核打ち込むかもしれません。それ北朝鮮が打ち込むんなら、まあ、韓国は日本なんですよね。で日本に打ち込む可能性が高いですよね。というふうな状況になったということなんですよね。でまあその後ちょっとロシア軍が元気がなくなってしまって、なんか膠着状態になってしまったから、今そんな NATO が出てくる必要もないだろうし、全面戦争になることはちょっと今考えにくくなりました。だからそれは結果としてね、なんか今のところは、まあ、なんとなくあのそういう第三次世界大戦が遠のいてますけれども、あの段階では第三次世界大戦になって不思議はなかったんですよ。でそういうことを果たして本当にどこまで国会議員も、それから日本のマスコミもです、マスコミもウクライナ支援、ウクライナ支援、ウクライナ頑張るみたいなことを言ってる。でそんな話でいいのかということなんですよね。でそれは非常に気になりましたね。でついでにね、まあ、僕もよく知ってる、親しいあの国会議員もいるんで、あの時あの国会どんな雰囲気だったんだ、今みたいな話が当然出るだろうと。これ本当にこれで、これもう NATO と戦争になった状態になった場合に、日本も完全に敵国になるんだと、攻められるんだと、そういう話について国会では国会議員はどういう話をしてたんだというふうなことを聞くと、誰も一切そんなことは考えてなかったという話なんですよね。まあ、そういう、まあ、恐るべきことです。だからあれはあのいわゆる保守派、まあ、保守派にとっても、いわゆる左翼、リベラル系の左翼にとっても大変な問題なんです。で保守派の方は日米同盟があるんだと、で中国が攻めてきたら大変だ、だから日米同盟を堅持して、でそのためにアメリカと一緒にウクライナを支援して、まあ、こんなことしか言ってない。で、だから本当にこれ戦争になった場合、本当にどうするんだって話なんですよね。で今見ましたように、もし北朝鮮が核を使ったら一体どうするんだっていう、でそういう非常に厄介な問題が一方にあります。で中国が台湾に攻め込んだらアメリカがどう出るのか、でこれは本当に分かりません。でこれ NATO とロシアの場合にはこれ戦争になりますから、これはアメリカ当然ながらロシアと戦争しますけれども、別に台湾を守る義務はないんでね、アメリカどう出るか分かりませんよ。中国が台湾に本当に攻め込んだときにアメリカはどちらに出るか。で今出口さん申し上げたように、これがかなり重要な局面になれば、もう当然尖閣は中国が取るでしょう。で米軍基地が沖縄にありますから、アメリカが非常に強い圧力をかけたら、まあ、中国は沖縄までの米軍基地を攻撃するかもしれないですね。その時に一体どうするのかっていう、まあ、そこから先は誰も考えてない保守派の人たちもそこから先は言わないんです。日米同盟しか言わないんです。まあ、これが一つの現実ですよね。でこれと対立する左翼リベラルはというと、これは もうもっとひどいですね。これはウクライナかわいそうだ、ウクライナの市民が殺される、戦争反対と、これしか言わない。戦争反対で話が済むんなら何も言う必要はないですよ。で僕だって戦争反対だし、戦争嫌いですよ。しかしまあ戦争反対で戦争がなくなるんならね、誰も苦労はしないわけで、一体じゃあ彼らはウクライナを支援する気があるのか、どうするのか、
支援するということは、もし先ほど言ったようにロシアと完全に敵対関係に入るということを一体どう考えるのか、まあ、そういうことは左翼の方から全く聞こえてこないですね。これはだからもっとひどいです。だから右も左も両方とも含めて相当ひどい状況に置かれていると、政治家も含めてですね、ということがまず感じました。さてそれでね、そのことと関係して一応、まあ、ちょっと私は西洋の思想に関心があるのでというふうに言いましたが、思想的な関心からするとですね、今一応こういう話になってるんですよね。ロシアは権威主義であると、全体主義である、プーチンは独裁者である、で、まあ、ついでに言えば中国も権威主義であり、まあ、習近平も、まあ、共産党そのものは独裁政権であると。で今やロシアと中国が手を組もうとしている。でそれに対して西側は、自由民主主義、それから法の支配、まあ、人権思想で市場経済、自由な市場競争、こういうものを掲げて、こういう普遍的な価値でもって権威主義と戦わなければならない、まあ、一応こういう話にしてるんですね。で自由民主主義対権威主義の戦いであるというふうに、まあ、アメリカは言ってますし、フランスあたりもそういうことを言ってますし、まあ、西側がしてそういう話に持っていこうとしている。つまりこれは新しい冷戦であるというふうにしようとしている。でこれはね、しかし僕もこの発想はちょっと怖いというか、これ本当ですかね。これ本当にこのね、権威主義国対自由民主主義国の戦いが起こると、短期的にはこれは権威主義の方が勝つと思いますね、僕は。の方が有利ですよ。それはもう間違いなく有利なんですよ。本当にシビアな状況になると。で権威主義の方がやっぱり国民を動員できるんですよね。で反対意見を封じることができるんです。でそれはいいことじゃないですよ。いいことじゃないんだけれども、こうかなりその緊急事態というか大変な戦争が近づくような事態になってくると、それはもう権威主義、全体主義国家の方が有利なんですよ。当初はね、最終的には分かりませんよ。でそれからもう一つ、ロシアはあれだけの資源を持ってます。で中国も持ってる。おまけに中国は中東からアフリカに非常に大きな影響力を持ってます。で巨大なマーケットを持ってる。でロシアはガタガタ、経済はガタガタです。しかしあれだけの資源を持ってる。でもうすでにドイツなんかもう半分参ってるんですよね。資源が入ってこないっつって大変だって話になってる。で一方西側はというと、アメリカはバイデン大統領でしょ。で、まあ、トランプが変えずる、トランプがなってもまたこれどないなるかわからないような状況ですよね。でアメリカも全体的にはもう落ち目です。とにかく次から次へと金を出して、金をばらまいて、なんとかかんとかアメリカも出してるという状況ですからね。でヨーロッパ EU は相当もうコロナの前から、まあ、かなり経済も良くないし、政治状況も良くないし、社会状況も不安定だし、まあ、そこにイスラムが入ってきてると、非常にこれ厄介な。そもそも EU がもう分裂するんじゃないかという話をコロナの前やってたんですよ。イギリスはもちろん EU からだったりする。でもう一つの西側の中心になる日本はこんな状況でしょ。こんなもう経済も良くないし、政治もパッとしませんしね。もう何もかも日本ガタガタですよ今。でこのガタガタの連合が西側なんですよ。で今のもう中国は大国、まあいいか悪いか別として、中国が大国になることは間違いない。で資源を握ってるロシアで、しかも絶対ロシアは西側には屈服しない、中国も絶対妥協しない。このね、この新冷戦、これ本当にこれやっていいんですかね。本気で多くの評論家、多くのジャーナリストは、まあ、保守系のねジャーナリストはさあ新冷戦だ新冷戦だって言ってるんだけれども、これは相当厳しい冷戦ですよ、これこんなことやりだしたら、というふうに思いますね。でね、で僕はもともとのこの考え方が根本的に間違ってると思うんです。つまりこの戦争が自由民主主義対権威主義の戦争であると。
いうふうに、まあ日本政府も言ってるし、アメリカも言ってるし、まあヨーロッパの首脳も言ってるし、まあ日本のいわゆる保守派の論客たちもそういうふうに言ってる、産経新聞もそういうふうに書いてる。で、僕はそもそもこの認識が間違ってる、この戦争はそういうもんじゃないというふうに思う、そういうもんじゃないというふうに考えるべきだというふうに思ってるんです。でね、それでまあそのことを考えるために、まあとりあえず、冷戦が崩壊した、つまり1991年の12月にソ連が解体するんですね。で、まあ今のウクライナとかロシアとかベラルーシとか、まあいろんな国ができます。で、ですからまあ今からちょうど何年前になるんですか、50年前になるんですか、まあちょうどだから1992年から事実上ウクライナは独立国家になるんです。で、30年か、50年じゃないですね、30年ですね、30年ですね。でね、ちょっと思い出すのはね、その時に僕は90年にベルリンの壁が崩壊して、これドイツが統一されたと、でやがてそれも崩壊するだろうという時にちょうどイギリスにいましてね。で、だから冷戦の崩壊終わりっていうのは僕はイギリスで知ったんです、見てたんですテレビで。でちょっと面白かったのは、まあイギリスでもこれ大体社会主義イコール全体主義ですから、社会主義という全体主義が崩壊したと、これ非常に結構だ、世界中がこれで自由と民主主義の、そういう思想のもとで世界中がまとまっていくんだと、まあ、そういう議論が多かったです。で世界中にグローバルマーケットが、市場経済が広がっていく、自由や民主主義が流通して支配的になっていく。で、まあ、大体そういう論調8割、まあ、7割ぐらいですかね、そういう論調だったけれども、ちょっと面白かったのはサッチャー氏なんかはそういうことは一切言わないで、これは非常に有意識大変な事態が起きているというふうなことを言うんですね。でどうしてかというと、ドイツが統合するということは、これヨーロッパの中央に非常に強力な国家ができると。でまたこれロシアというもう一つ厄介なものがまたここにその隣にすぐ近くにいるんだと。でこういう非常に厄介な状況の中で、一体イギリスは自分たちの安全保障をどうやってやっていくのか、でイギリスあるいはヨーロッパの安定っていうのはどうやって考えればいいのか、でそういう全く新しいことを考えないとダメな時代になるんだっていうふうなことを言ってましたね。でサッチャーさんは最初は EU には積極的じゃなかったと思うんですけれども、まあ、これをあたりをきっかけにして、やっぱりドイツを封じ込めるためには EU を作る以外ないというふうな考え方に変わっていくわけですよね。だから面白いのは、やっぱりこれは国家間の対立が新しい形になってくると。今までのように冷戦が、まあ、イデオロギーの対立、こちらは自由民主主義で言えばいいんだと、向こうは社会主義というふうに言ってれば、なんかうまいことこの境界線さえ引っ張っておけばうまくいくというふうな、そんな時代ではなくなったっていうふうに言ってるわけですね。それぞれの国が自分たちの国をどういうふうに守るかってことを考えないとダメだ、非常に厄介な時代に入ったというようなことを言ってたことが非常に記憶に残ってます。非常に新鮮に思いましたね。でこういう発想は多分日本にはない。あの頃だから日本のことは知りませんが、まあおそらく日本では、自由や民主主義万歳と、社会主義を崩壊して非常に結構だ、これで全然世界中が自由民主主義プラス市場経済になっていくだろう、まあそれで万々歳だという話だったんじゃないかと思います。でそれはアメリカもそうなんですね。アメリカも基本的にそうです、そういう発想です。それヨーロッパとの違いですね。ヨーロッパはやっぱりドイツに対する警戒心が非常に強いから、ドイツが統合された時に一体どうなるんだっていう、そういう警戒心がやっぱりフランスにももちろんあるんですね。イギリスはもちろん、アメリカはそういうことは全く考えません。でそういうことを、そういう話を一つの思想として当時発表したのが、まあ、例のフランシス・クヤマの歴史の終わりっていう論文です。でこれは最初に発表されたのが89年ですね。だから冷戦が終わる半年ぐらい前に
あのフランシスコ山が歴史の終わりという論文を発表しました。まあ、これ皆さんご存知だと思います。で、福山という人はもともと日系人ですね。で、おじいさんが、まあ、大阪市大 の学長をやってたのかな、大学の先生 でアメリカに渡って、まあ、福山氏は、まあ、その孫になりますから、彼は全く日本語がしゃべれないですね。あの英語でしゃべってますね。で、まあ、彼があの歴史の終わりっていう論文を発表して、でもうこういうことを言った。冷戦はもうすぐ終わると。冷戦が終わるということは歴史の終わりである。歴史の終わりというのはどういうことかというと、歴史というのは人間の自由とか平等だとか、人間の人間の権利とか、そういうものが世界に拡大していく、このみんなが、人間が自由である、平等である、人間が基本的な権利を持っている、幸福になる権利を持っている、で幸福になるためのその自由な経済活動をやる、こういう権利を持っているんだ。でこのことに反対する人は多分一人もいない。これは普遍的価値である。この普遍だけど、この普遍的な価値があるにもかかわらず、なんかその普遍的価値に反対するやつがいる。つまり自分の利益の方が大事なやつがいる。でそれがまあ独裁者だったり、ファシズムだったり、まあその前のドイツの皇帝主義だったり、でさまざまな帝国だったりするわけですね。でそういうものがもう全部崩壊していった。で最後の、まあ、自由民主主義に対する反対者はソ連社会主義である。でソ連の社会主義がもう崩壊する。したがって自由民主主義の勝利はまず間違いなく確定する。でこの普遍的価値が世界に広がっていく。でそれで大きな戦争はもうなくなるというのが彼の見立てなんですね。でこれはね、どう言ったらいいのかな、これだけ言えば非常に船舶に聞こえます。ちょっといくらなんでもお前さん楽観的すぎるだろうと、気楽なこと言ってくれるなというふうに思いたくなるし、まあ、そういう評価も随分ありました。あったけれどもね、これ正面から本気でこれ批判する人もなかなか難しいんですよ。批判するのもみんな雑だとかね、もうちょっと何かあるだろうとかね、そんな簡単にはいきませんよという程度のことは言いますよ。だからこれが根本的に間違ってるということを言うのも難しい。つまり自由や民主主義はいいでしょう、それだどういうふうに反対しますか。人間が自分の幸福になりたい、一人一人の人間が自分の幸福の追求する権利があるだ、あるじゃないか、そう言われれば一体どう反対しますか。結構難しいんです。だからみんな世の中そんな簡単にいきませんよと、やっぱりなんか決対のやつ出てきますよと、悪いやつはいっぱい出てきますよ、それぐらいのことは言うけれども、最終的にそこへ落ち着きますよというふうに言われたときに、あるいはそこを目指しましょうと、そうなればいいじゃないですか、だからそのために我々一致団結して戦いましょうと言われたときに、本当にこれに反対するのは結構難しい。だから今でも結構、だからこの考え方が今蘇ってるわけですよね。だからプーチンは悪者だ、習近平はとんでもないやつだと。だからあいつら今なんとかかんとか言って、西側に対して挑戦してるけれども、やがて中国も自由民主主義になるし、ロシアも自由民主主義になる、時間はかかるけれどもやがてそうなるんだというふうに、まあ、少なくともアメリカの知識人は基本的にそう思ってますよね。でこれに真正面から反対するのは結構難しい。だからこのウクライナ問題について、福山はこれで彼はいずれにしてもウクライナが勝つと、ロシア負けるって言って、だからウクライナは完全に西側につく、そしたらまた世界の自由や民主主義は拡大する、広がった、自分の言ってることがまた一歩先に進んでるんだというふうに彼は書いてますね今。でね、こういうふうに言えば、まあ、僕はそれに反対だったのは大体見当はつくと思うんですが、ちょっとついでに言っておきますので、これがどうして難しいかというと、やっぱりこの考え方は西洋の、いわゆる西洋の啓蒙主義そのものなんです。啓蒙主義の一番重要な思想家っていうのは
カントとヘーゲルですよね。まあ、もちろんフランスにはいろいろまたちょっと違う人、ボルテールとかルソーとかいますけれども、ドイツ系でいうとドイツの啓蒙哲学の一番代表者はカントとヘーゲルです。で、これは実はカントとヘーゲルが言ってることなんですね。カントとヘーゲルが今言ったことを一番最初に言ったんです。で、カントは世界史というのは人間の今言った自由や民主主義は、つまり公民としての権利というものが世界に広がっていく、でこれが世界史である、でしかもそうしなければならない、人間が理性を持てば、人間が理性を持つということは自由の素晴らしさ、平等の素晴らしさ、それから人間的であること、それから人間の同時にやらなければならない義務、崇高な義務、崇高な理想、それを追求することが素晴らしいことだということを知ることこそが人間の理性であるというふうにカントは言うわけですね。したがってそれを実現する義務が人間にはある。それが実現するということは、世界史はこの普遍的価値の実現に目指して世界史は動いていく。最終的にそれが達成されればそこで世界史は終わると。で、これをちょっともう少し複雑解決に行ったのがヘーゲルで、基本的に同じことを言ってます。ヘーゲルは人間の精神の自己展開とかね、意識の自己展開とか、まあそういうことを言いながら、歴史の中でそういうものが徐々に実現していって、最終的にはそういう普遍的な権利という普遍的な価値観が実現していくんだと。ただヘーゲルの前にはそれを実現するのは、まあ、カントはあの世界共和国みたいなことを言ってるんですが、まあ、ヘーゲルはそれぞれの国家がそれを実現していくというふうな考えなんでしょうね。ですからこれだけの背景を持ってるんです。福山は非常にあっさりと言ってしまってますけれども、やっぱりちょっとそう無視できないのは、これは西洋近代が生み出した、まあ、理性主義というか啓蒙主義の一つの帰結なんですよね。で、ですからまあそんなに無下にそんな気楽なことを言うなと言って終わりにするわけにもいかない。で、さらに言うと、まあ、ちょっと後から言いますけれども、この福山の考え方を今アメリカで大きく打ち出しているのは、まあ、福山自身というよりも福山ではだけではなくって、いわゆるネオコンと言われるグループです。ネオコンサーバティブと言われる人たち。で、これはちょっと後からまたお話しますけれども、このネオコンというのはアメリカではものすごく大きな力を持っている。で、それが非常に難しいというか、どう言ったらいいのかな、非常に厄介なんですね。で、ネオコンというのは一体何かというのはなかなか捉えにくいところはある。だけど、まあ、非常に簡単に言ってしまえば、このグループが、注目を浴びたのは、2001年の例の 9.11 イスラムのテロがあった。で、ブッシュ大統領はこれはそういう悪魔との戦いである、悪魔との戦いである。で、このイスラムのこの連中、テロリストという悪を一掃しなければならない。で、それで2003年にイラク戦争を起こした。で、特にこのイラク戦争を起こす上で、あるいはテロとの戦いを、ブッシュ大統領に進言する上で、大きな力を持ったのがこのネオコングループというふうに言われているんですね。で、ネオコンの考え方は先ほどの基本的に福山の考え方に示されています。つまりその自由や民主主義やら人間の権利やら、まあ、それから、まあ、自由な市場活動とかね、自由な経済活動、こういうふうなものは人間を幸福にする一つの社会正義である、社会的な正義である、そういうふうに考えていて、でそれを何が何でも実現しなければならない。で、それに対する敵対者が出てくる。敵対者に対しては容赦なく攻撃を加えればいい、容赦なくこれをやっつけろという、そういう考え方です。だから冷戦が終わって、社会主義が終わって万々歳だと思ったら、その後でイスラムが出てきたんですね。イスラムが自由や民主主義に対する敵対者だった。だからイスラムとはもう徹底して戦えた。で、その時に彼らがもう一つ言ったのは、ちょっとこれ面白い、まあ、彼らのネオコンに影響を与えた人として、
レオ・ストラウスっていう哲学者がいるんですが、これはものすごい難解なユダヤ人ですけどね、非常に難解な哲学を書いた、僕ら読んでも簡単にわからない非常に難解な哲学を書いた人で、でネオコングループがレオ・ストラウスという人からどれぐらい影響を受けたのかもう一つはっきりとはしないんだけれども、何人かはレオ・ストラウスの弟子の弟子になるんです。レオ・ストラウスという人はあのナチスにの迫害を逃れてアメリカに渡ってきた人でね、でそれでアメリカであの政治哲学の講義をやって、で70年代の半ばぐらいに死んでますから、もちろんイラク戦争とかテロ戦争とかそんなことは一切知らないんだけれども、彼は非常に複雑なことを言っていて、これ面白い人なんですよ。どうして面白いかというとね、彼のもう基本的な考え方は、あの彼はギリシャ哲学プラトンのものすごく難解な注釈をいろいろやってるんです。でものすごく難解、どうして難解かというと、この人の考えはプラトンの書いたものあれ全部本心じゃないっていうのが彼の出発点なんです。プラトンは本心は一言も本に書いてない、だからあの本をそのまま読んだってみんな騙されるだけだ。プラトンが本当のところ何を言いたかったかとかって、その裏を読まないとダメだというのがこの人のプラトン解釈、この人の哲学なんです。でギリシャっていうのはやっぱり非常に厄介な社会でね、ギリシャの民主制っていうのはもうすぐに壊れてしまって、ギリシャっていうのは基本的に独裁政治なんですよ。で言論の自由なんてないんですよ ないというほどでもないんだけど、まあ我々が考えるように何でも言えばいいっていう、そんな話じゃないんです。プラトンはいつもそういうことを気にして書いてるから、つまり本当に言いたいことはあそこには書いてないでところが面白いのはね、彼自身も俺の言いたいことは人には伝わらない。だから例えばその200人とか300人のね、そんな講演会で喋るっていうことはしない。自分の言ってることを本当に分かってくれる10人ぐらいの弟子たちに向かって自分は本心を述べる。そういうものすごく密室的な講義をやってるんです。ところが彼の講義を受けた人はものすごい圧倒的な影響を受けるんですね。とにかくすごいことを言ってると、この人は。でまあ後になって彼が死んでからいろいろ彼の講義とかね、そういう話人に喋ったとかいろんなことを書いた短いものとかそんなものが本になって発表したりされてます。非常に難解ですね。でネオコンの人たちはこのレオ・ストロースからも大きな影響を受けた。ということは彼らはどういうふうな、今のねブッシュ大統領にどういうふうなことを言ったかというと、こんな一般大衆に本当のことを言ってもわからない、簡単に言えば騙せばいいって言ったんです。だから騙しても何をしてもいいから、とにかくイラクを攻撃してフセインを殺せというふうにネオコンの人たちはブッシュ大統領にアドバイスしたんですね。だからそれはだからあのプラトンがね、民主主義というものに対してものすごく懐疑的だったってこと、レオ・ストラウスもそれを受け継いで、それは民主制の下ではみんな政治家っていうのは大衆受けする聞こえのいいことを言う以外にないんだと。だからゼレンスキーが出てきたらみんな国会議員は拍手しないとしょうがない、一人一人何を思ってるか知らないけど、でゼレンスキー帰れなんてやじ飛ばしたらそれはマスコミにものすごい叩かれます。これは民主制なんですね。でプラトンはそういうことをよく分かって書いてたんだ。でそれはまあストラウスの考えでもある。でストラウスもアメリカの大衆民主主義というのは信じてない。自分の考え方が本当に分かってくれるのはほんの一部の自分を信頼してくれる人だけだろうというふうに思っていて、でそれでまあそういうことをそういう講義をしてね、でまあ、 あのそれはいいのか悪いのか分かりませんが、孫弟子たちはその考え方を受け継いで、それでこんなアメリカ国民に本当のことを話したって分からない、だからイラクが核をも、あの大量破壊兵器を持ってようが持ってまいがそんなこともどうでもいいんだ、国民にフセインはもう悪の塊であるってことをそういうふうに話して、あとはもうやっつけてしまえばいいんだ、まあ、こういう話なんですね。ラムセルなんかはそういう考え方です。
でパウエルがあれ国務長官でしたっけね、あの時で彼は後からものすごくそれ怒ってましたね。自分はあいつらに騙されたっつってものすごく怒ってましたね。彼は国連で演説したんですよね。フセインが大量破壊兵器持ってるし、あいつはアルカイダとつながってるってことを、まあ、彼は本当に真に受けて、それで国連で演説して、で自分は国連で大恥をかいた、あいつらに騙されたっつって後からもうあの 弁解してあの、まあ、反省してるというかちょっと気の毒だったですね。でまあこれ結局イラクがそんなものを持ってないということが分かったために、逆にまたアメリカ政府がね、ブッシュが逆にまた窮地に追い詰められたりして逆効果になってしまいました。しかしまあちょっと今言いたいのは、ネオコンというのはそういう考え方をしてかなり強烈なんです。自分たちの信念を貫き通して進んで、そのためには相当強引な武力行使をしても構わないというふうに考えている。でそれはただ一言言っておきますと、多分ネオコンの人たちにとっては別にそれは自分たちの利益を考えているわけじゃなくって、本当に自由や民主主義やら何やらっていうこの正義が世界に広がれば世界全体がうまくいく、安定する。ただその場合の世界の中心を握るのはアメリカであり、アメリカ政府であり、アメリカ政府を動かす彼らなんですね。こういう構造ですね。でまあ別にあのニューヨークの人たちが特に自己利益を求めているとは思いません。自己利益を求めて反対するやつをやっつけろというふうに言ってるとは思わないけれども、まあ、結果として実現する世界はそういう世界になってくる。でそれは彼らにとって理想的 であるだけでもありますし、それで世界全体が安定していって、どこの国の人もみんなそれなりに自由民主主義を享受できればそれでいいじゃないか、一体どこに反対する理由があるんだというこういう話ですね。でね、まあ、ちょっとネオコンの話をしたからもう先にこの話をしときますかね。この面白いのはね、このネオコンのルーツというのは一体何なのか、ネオコンをというものを作り上げたのは一体何なのか。でこれは実はロシア革命でロシアを追われてアメリカに逃れてきた、まあ大半がユダヤ人です。でそれがアメリカでネオコンというのを立ち上げていくんです。でこのかなりはトロツキストで、トロツキストは世界革命ですよね。で彼らはスターリンに追われた。でスターリンに追われて、まあヨーロッパアメリカに散らばってくる。でその前からもう帝政ロシアの時代からあの帝政ロシアのユダヤ人は迫害されてますから、もうすでにその人たちはアメリカに逃れてきている。それが革命でスターリンと対立して逃れてきたトルツキストたち。でこれはね、あのロシア文学をやってる亀山さんが書いてますから間違いのないことで、別に僕が言ってる話じゃなくて、ロシア革命をかなり主導した中心がユダヤ人なんですよね。社会主義革命が主導したのが。でこれは非常に面白いことです。ただ正面からこれを言いにくいというのは、別にあのユダヤ人だからどうのこうのという話ではない。別にユダヤ人だからどうのこうのという話をしようとしているんではないです。つまりここで言いたいのは、自分の祖国を持たない人たち、自分が安住する場所を持たない人たち、そういう人たちがロシアで革命を起こそうとして、しかしそれがうまくいかなくって、まあ、トルツキストのように世界主義者になって世界のあちこちに散らばっていった。で一番来やすかったのがアメリカだった。だからまあその自分の安住する場所を持たない人たちをね、まあ、中心にユダヤ人がいたっていうだけの話なんです、おそらく。だから別にあのユダヤ人陰謀史観を僕は言ってるんじゃなくって、結果としてそれはユダヤ人がかなり大きなあのファクターになってくる。でもちろんユダヤ人だけじゃない、もう自分の祖国を捨てた人たち、その場所がなくなってしまった人、でそういう人たちがアメリカに渡ってきて、でまあニューヨークに暮らし出す。で彼らはものすごく貧しい。でその貧しい、ニューヨークのユダヤ系の中からいわゆるユダヤ人の知識人たちが育ってくるんですね。でこれ非常に有名な人はダニエル・ベルというふうな人がいます。僕もダニエル・ベルの書いたものは非常に好きですけどね。
まあ、非常に後にネオコンを作るアメリカの保守派を作る非常に重要な役割を果たす人たちっていうのは、逃れてきてニューヨークで非常に貧しい生活を送ったユダヤ系の人なんで、彼らはアメリカでまず社会主義活動をします。ダニエル・ベルもそうですね、もともと左翼活動なんですよね。左翼活動をやってる。でこの連中はもともと左翼なんです。でアメリカに社会主義革命を起こそうとしてる、もともとは本来。しかしどう考えてもそれは無理だろうと。アメリカで社会主義革命はいくら何でも起きない。でそれでね、結局、まあ、しかし彼らはスターリンが嫌いで、反共であることは、反ソ連反共であることは間違いないんです。でそれでまあ戦争がある、2つ の第二次大戦がある。第二次大戦が終わる。第二次大戦で冷戦大戦になる。で冷戦大戦になった時に彼らはもちろんながら、これはアメリカを使ってソ連をやっつけようとするわけですね。スターリンのソ連をとにかく潰そうというのが彼らの最大の願望ですね。で、ですから、まあ、彼らがそういう意味で反共主義者であることは間違いない。だけど彼ら自身ももともとは社会主義革命を夢見た人たちである。で非常に厄介なんですよね。屈折してる。で結局そういうことをやって、彼らはもともとだから民主党を支持してるんです。民主党を支持してる。ところが、まあ、一つはアメリカがなんか福祉国家になって国家がどん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 膨らんでくる。で彼らは国家というものに対して二重の感情を持ってるんですよね。つまりもともとが自分たちが国家というものを持たない。でロシアだとかソ連だとかそういう国家体制によって、国家権力によってものすごく弾圧されたという印象が強いんです、彼らは。記憶が。でそれでまあ自由の国アメリカに逃れてきた。しかし大体国家があまり強くなることに対しては警戒的なんです。少なくとも国家が肥大化していて官僚機構が大きくなることに対しては、彼らこれはソ連の共産主義だと同じもんだというふうに考えていて、そういうものに対しては批判的なんですね。でところが戦後民主党はだんだんそちらに近づいていくんですよね。非常に巨大な官僚国家になっていって、福祉国家になっていく。だから国なんていうか政府がどんどん大きくなっていってしまう。でそこに官僚が、まあ、官僚的なものが大きな力を持ってくる。でそれがだんだんと面白くなくなってくる。だから民主党から離れていく。でそこへ持ってきて、もっと決定的だったのは、民主党、まあ、民主党系の連中は、あれベトナム戦争を始めときながら、どちらかといえば反戦に回っていくわけで、反戦に変わっていく。で60年代の左翼リベラルというのは、基本的にベトナム戦争反対、それからああいう学生運動で黒人少数派の権利を守れ、でそれからもう一つは一種の道徳革命をやろうとする。道徳破壊、特に、まあ、クリントン大統領の世代ですけどね、僕らと同じ段階の世代というのは、もう既成の道徳を破壊しようとする。これが当時の60年代の左翼なんです。でこの左翼にはこのユダヤ系の帰化したアメリカ人たちは全く納得できないんです。で彼らはもともとやっぱりちょっとね、まあユダヤっていうことをあんまり強調するのはあんまりいいかどうか分かんないけど、ユダヤ人ってやっぱりものすごく生活の あれはそのきちっとしてるんですよね。由緒正しい、やっぱり律法というものを非常に大事にする。だから正しい生活をするってことは非常に重要なんです、道徳的にも。したがって60年代のヒッピーとか、それからクリントン大統領の世代のああいう左翼運動に対してはものすごく彼らは批判的になってくるんですね。でそれと民主党系の肥大化した福祉国家、これにも反対する。それからベトナム戦争反対に対してはもう強烈に反対するんです。ベトナム戦争こそがアメリカがやらなければならない。つまりあれはソ連とアメリカの戦い、冷戦なんです。冷戦の最前線なんですよ、ベトナムは。だからあれに負けたら共産主義がアジアまで乗っ取ってしまうと。でそれは防げなきゃならない。だからベトナム戦争はやらなければならないという立場なんです。でそうするとまあそれはもう民主党じゃなくてまだ共和党の方がいいや、
共和党の方がまだ、まあ、もっともね、共和党のニクソンがベトナム戦争を終わらせますけどね、まあ、しかしどちらかといえば共和党の方が道徳を重視するし、国家は小さくして、しかし国家の力は強くしようとする。だ共和党の方が彼らの考え方に近づいてくる、まあ、どちらが近づいたのか分かりませんが、それで80年にレーガンが出てきたときに、彼らは一気にレーガンを支援して共和党に変わっていく。でそれからあとは、まあ、共和党のいわゆる保守派、アメリカの保守派という考え方を作っていくんですね。でこれがいわゆるネオコンというものの流れです。でそれはアメリカの政治において常に大変な影響力を持ってるんですね。でこの考え方、ところでね、今言ったようにこの考え方の元になっているものは、一つはヨーロッパの啓蒙主義、カント、ヘーゲルから来るような世界というのは普遍的な人間の権利というものを、普遍的な価値を世界中に広めていく、それが世界史であるというこういう考え方、それからもう一つは今言ったユダヤ教的な考え方、彼らどこまでユダヤ教を本当に打ち出しているのかどうかよく分かりません。しかしユダヤ教の考え方っていうのは、最終的にはこの神が全てを救う、最終ハルマゲドンってね、悪との戦いに勝った挙句は神が、まあ、理想世界を修復、千年王国を作り出す、そういう終末論ですね。で終末論に向かって歴史は動いている。でその時にいろんなややこしいことが出てくる、悪魔が何回も姿を変えて出てくる。でそのいつもその悪魔と戦いながら、最終的には神が救ってくれるようなこの世界をこの地上に実現する。でそれはキリスト教にもこういう考え方が受け継がれてます。しかし元を正せばこれはユダヤ教から来てる考え方ですね、まあ、ユダヤキリスト教的な考え方だから、ヨーロッパの啓蒙思想をユダヤキリスト教の考え方で布教したものが、これがネオコンの思想なんです。でちょっとね、僕はねこの前はふと面白いことをあのね、ユダヤ教というのはユダヤ民族だけを救うという考え方でしょ。もともとユダヤ人と神との契約なんですよね。で一方キリスト教はあれは普遍的なあれになってますね。人類全体、キリストは人類全体の不幸を背負って犠牲になったという話になって、キリスト教は非常に普遍的だというふうにされていて、ユダヤ教は非常に独特の民族宗教で狭いものだというふうに普通言われていてね、まあなんとなくそうかなというふうに思ってたんだけど、ふと考えたというか、ある本を読んでてなるほどなと思ったのは、そうじゃないんだというふうに書いてるんですね。ユダヤ人というのはもともといたわけじゃないんです。あれは出エジプトで、エジプトからモーセに引きられて出してきた連中を総称で、モーセの契約に、まあ、言ってみればサインした連中が、これがユダヤ人になっただけの話でね、ユダヤ民族というのは最初からあったわけじゃないんです。だからヤファエによって、神によって救われるということを信じた連中が、これがユダヤ人なんですというふうに定義されてるんですよね。でところで面白いのはね、聖書を確かに読んでみると、聖書のあの神は別にユダヤ人を作ったとかどこにも書いてない。世界を作ったんです、次元を作ったんですよ。だからこれなるほどなと思って、ユダヤ教というのはそういう二重構造になってるんですね、多分。だからあのユダヤの神というのは、まず自分たちの神である。しかしあの神は人類の神でもある。でそういう意味であの神はある意味で普遍的神なんです。でその人類全部を最終的にはあの神は救ってくれる。だからその一番最初に救われるのはユダヤ人、おそらくそういう形になってるんでしょうね。であのユダヤ教というのはもう苦難の歴史ですよね。でユダヤ人はもういろんなところでもう あっちこっちに行って、それでそこで迫害されて、また追い出されてね、行く場所がないわけですよ。行く場所がないから世界中に散らばってしまった、まあ、ディアスポラっていうふうに言われますけれども、そうするとまあ確かに
あっちこっちに散らばってるユダヤ人を一人ずつ神は救いますなんてことやってられませんから、まあ、これ世界全体をも救いますっていう話になるんですよ。だからその中心にいるのはユダヤ人である。でユダヤ人が自分たちが安全に暮らせる世界を作ろうと思えば世界全体を安全にする以外ないんです。まあ、今イスラエルはもちろん建国されてますけどね、イスラエルだってももちろんそんな世界中のユダヤ人あそこに収めるわけにいきませんから、ユダヤ人だってイスラエルにおれる人たちってほんの限られてますから、結局やっぱりユダヤ人はあっちこっちに散らばってます。でユダヤ教ってのはちょっとなるほどな、面白いなと思いましたね。そういうことをある人が書いていてなるほどなというふうに思ったんですが、そういう考え方がやっぱりアメリカの多分今言ったネオコンの中心部にあって、もちろんそんなことを彼ら別にこれユダヤ教の影響だとかそんなことは一切言いませんが、やっぱ物の考え方というかな、発想にそういうところがあって、でしかもこれユダヤ人だけじゃなくっていろんな難民が出てくる、いろんなところを追われた人たちが出てくる、自分の住む場所がなくなった人たちが出てくる、でこういう人たちが全部まあまあ疑似ユダヤ人みたいなもんでね、まあ、ユダヤ人ではないんだけども、まあ、似たようなこういう考え方に共鳴をしてきて、結局世界中が世界中がうまくいかないとやっぱり自分たちは安全ではないと、自分たちの居場所はないというふうなことになってくる。これが西側が言ってる自由民主義、それから人間の普遍的権利、経済活動の自由、これの普遍性だというふうに僕は解釈するんですけどね、合ってるか間違ってるか知りませんが、そういうふうに考えた方がいいだろう。アメリカはそういうことを非常に強く打ち出す。で今言ったユダヤ人は非常に、まあ、ユダヤ人全部じゃない、アメリカに行った先ほどのユダヤ的知識人というのは非常に優秀だし、まあ、優秀ですからその周りにまた優秀な学生やら優秀な人が集まってきますからね、別にユダヤ人に限らずいろんな優秀な人が集まってきて、でその連中がアメリカのいろんなそのシンクタンク研究所にかなり入り込み、それからマスメディアを完全に動かし、で、まあ、それからもう一つは金融機関ですよね。金融はこれ圧倒的に今、ユダヤ系というふうに言ってしまうのはあれだけど、事実問題としてね、これまあロシアにしろ何にしろやっぱりユダヤ系が非常に強い力を持っていることはもう間違いない。でそれから IT をやった人たちには僕はユダヤ系か どうかっていう話は全然知りません。しかし彼らが何か社会からはみ出した、オーソドックスな社会からはみ出したという意識を持って IT をやってきたことは事実ですね。でそれはスティーブン・ジョブズにしても、それからビル・ゲイツにしても何か相当変わり者で、普通の意味でアメリカのオーソドックスな社会からはちょっとはみ出してるという、そういう人たちで、いずれにしてもだからそういう故郷自分の住む場所がなくなってしまってるというふうに感じている人たち、そういう人たちがアメリカの金融 IT マスメディア、それから研究所大学、それを動かしている。だから今から思うとね、僕ら大学時代に経済学勉強してましたが、アメリカは圧倒的に市場競争理論が強いんです。つまり政府が経済に干渉するな、政府は経済に口を出すな、とか圧倒的にアメリカのハーバード MIT あたりの中心的な経済学者がかなり非常に強い調子でそういうことを言っててね、で僕はあの時ちょっと不思議だったんですよ。でそこまでどうしてアメリカの経済学者は政府に対して不信感が強いのか、それは今思うとあのトップクラスの経済学者は全部ユダヤ人だったですね。そんなこと言ってるとね、なんか勘違いしないでください、ユダヤ陰謀しか言ってるんじゃなくって、一つの人間の類型を言ってるんです。自分たちが住む場所がなくなってしまって、でそれでどうして自分たちが住む場所を確保するか、でどうして自分たちが安全に生きられるか、だから経済でいうと政府は信用できない、でそれなら経済のルールだけ決めてくれ、市場競争さえ公正にやってくれればあとは自分でやる、自分でいくらでも金稼げるんだというふうに彼らは言ってたんですね。でそういうことが後になって分かってきましたけどね、ああそういうことだったのか、アメリカ人は多分もうみんな分かってたんですね、そういうこと。
アメリカの中でもそういう市場競争万能派と、いやそうじゃないんだと、やっぱり福祉も大事なんだと、やっぱり弱い人もいるんだと、みんなで助け合わなきゃダメなんだっていうふうに言ってる人と、やっぱり両方に分かれるわけでね。でそうするとね、結局このグローバリズムと一体何だったのかってことが非常によく分かります。でこのグローバリズムというのは、経済的に言えばこれは圧倒的に金融資本と情報資本、IT 関係、これがもう圧倒的に有利になったんです。で従来のアメリカの非常にオーソドックスな製造業やら、まあ、農業やらそういうものは全然ダメになってしまった。自動車も機械もみんなダメになってしまった。だからまあトランプが出てきたわけですよね。でこの金融 IT がどういう人が動かしているのか、僕は実態は知らないからよくわからないけど、まあ今の話の流れで言うと、何か自分たちの居場所が非常に、別にアメリカという国にもう根本的に忠誠を持ってるわけでもない、どこに忠誠を持ってるわけでもない、アメリカにいるともただ仮にいて、ここはそれなりに自分たちの権利を保障してくれる、自分たちの仕事を保障してくれるというふうに思ってる人たちが多分アメリカにいて、そういう人たちがそこで次から次へと新しい事業を始めて、その事業を成功させて、で金融や IT で大儲けをしている。だから結局グローバリズムで市場経済が世界中に広がっていって得をしたものは何かというと、これはまず金融関係、それから IT ですよね。ヨーロッパもまあ大体似たようなもんですよね。ヨーロッパも普通の製造業の労働者は決して賃金も良くなってない、アメリカも良くなってない、日本はむしろ悪くなってる。だからいろんな意味で金融に携わるもの、それから新しい事業を起こすことのできるもの、特に情報関係で新しい事業を起こすことのできるもの、こういう人たちが圧倒的に有利になって、まあ、そういう有利な構造をアメリカは作ったんですね。それはどうしてアメリカが意図的にやったのか、そういうふうにやったのか、ちょっとよく分かりませんが、まあ、結果的に見るとアメリカはアメリカの中でさえも格差が開いて、アメリカ全部が良くなったわけじゃないんです。アメリカの一部の人たちが良くなっただけなんですよね。それで世界的にそうなんです。でクリントン大統領がそういうことを意識、分かってたのか意識したのか、そうよく分かりません。でネオコン的なものはどこまでそういう政権に入ってたのかよく分かりません。しかしヒラリー・クリントンはネオコンと非常に近いんですよね、まあ、それはよく言われていることで、でまあその辺はだからヒラリー・クリントンはそういうところからものすごい巨額 の支援金を献金を得てますよね、いろんな金持ちから。でまあそれで、まあ、ついでに言うとね、それに反対したのがトランプなんですよ。でそれはトランプってとんでもない人だと思いますよ。特にあんな人と付き合いたくは、絶対付き合いたくはないですけどね。まあちょっと面白いところが、トランプはなんかそういうアメリカの構造が多分分かってるんですよね。結局うまいこと言ってる連中が、でうまいことを口で先でうまいこと言ってる連中がアメリカ全部を巻き込んで自分たちが金儲けしてるっていうトランプは多分思ってるんでしょう。でもう一つグローバリズムの下でアメリカを支えたのは今のネオコンのイデオロギーです。そのアメリカが掲げているこれ思想は、これは普遍的な価値である、したがってこれを世界全体にこれを拡散することが、これがアメリカの使命であるという考え方ね。このですから金融 IT を中心とした利益関係と、それからこのネオコン思想、一つの歴史観、この2つによってグローバリズム、アメリカ的グローバリズムっていうのが成り立ってきた。アメリカはその中心にいたということです。でところでこれが失敗した、まず第一に失敗した大きな理由は中国が出てきた。これ予想外のことです。でもアメリカのトップの連中は誰も中国がこれほどの大国になると思ってないんですよ。で中国も圧力をかけていけばいずれ民主化になっていくだろうというふうに多分考えてるんです。でそれは完全に甘かった。中国が民主化、いわゆる自由民主主義に変わることは、まあ我々が知る予想できる範囲ではまずありえない。全く違うタイプの国だったってことなんです。
でグローバル市場でものすごくうまいことやった。でこれがまず第一の誤算ですね。こんなことはありえないと思ってたことが起きてしまった。それから二つ目の誤算は、いろんなところでこのグローバリズムの矛盾がもう目に見えた形で出てきた。でそれが先ほど言ったように当のアメリカ自身にもこの矛盾が現れてしまって、まあ、トランプが出てきてしまった。これもアメリカ、まあ、当初考えもしないことですね。これでアメリカはうまくいくだろうというふうに誰もが思っていた。ところがまあイスラムのテロがある、まあ、イスラムは何とかやった。でしかしその後で今度はリーマンショックが起きる。でリーマンショックは想定外ですね。でそこからどんどんおかしくなる。あとはもう金をジャブジャブつぎ込む。でこの金は金融市場にどんどん流れていってる。で向こうはどんどん株価が上がるし、で新しい事業をやるものには金が回っていって、それで一見良さそうに見えるけれども、実はもうアメリカの中はズタズタだったというこういう話ですね。でそれはヨーロッパも同じだし、まあ、日本はもっと もうちょっと別の意味で沈滞してる感じはしますけれども、まあ、日本もパッとしないし、でそうすると自由民主主義国はどこもうまくいってないんです。これがもう目に見えて現れてきた。それからもう一つそこで言うと、じゃあロシアは一体どうなったのか。でこれ冷戦以降のロシアで、これはまあ、ご存知のように、まあ、そのエリツィンが出てきますね。でエリツィンがどんどん西側に接近していきますね。で結局ロシアは新しい製造業やら新しい産業はほとんど何も起こらなかったんです。ただ資源、天然資源だけで、ロシアはかなり、まあ多少は経済良くなるわけですよね。で2001年にプーチンが出てきて、エリツィンの後プーチンがつく。でそれでまあ多少経済良くなります。だからそれはほとんど天然資源です。でところがこの天然資源を握ってるのは、これはいわゆるオリガルヒですね。だからそれを西側に売って、それでそれを金に換える。でその金をまた西側のロンドンやら、それからニューヨークで運用する。で彼らはどんどん太っていく。だからオリガルヒはどんどん金持ちになるけれども、一般庶民は別に何にも良くならない。アメリカと同じ構造ができているわけです。でこのオリガルヒはもうこの金融資本はもうニューヨークの金融資本もユダヤ系もオリガルヒもみんな同じことです。みんな要するに自分の愛国心とか国っていう観念がないんです。だからどこでもいい、利益が上がるところに金を持っていけ、行って投資をすればいいっていうのがこの金融資本の基本 でそれはもうニューヨークのロスチャルト的な、ね、ユダヤ資本も、それからオリガルヒも基本的には同じことでしょう。でそういうものがうわーっとこうくっついてしまって、その西側、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、それからまあおそらく日本もぐるぐる回ってるんですよね。でこういう構造が結果として出来上がってしまって、それでプーチンは最初出てきた時に、彼は愛国者ですからオリガルヒを排除しようとしてるんですよね。オリガルヒと敵対してるんです。でところがちょっと厄介な話でね、オリガルヒも二通りがあって、要するにロシア民族系のオリガルヒと、そういう西側今のグローバル系のオリガルヒとあって、多分プーチンが排除しようとしたのは、西側に金を渡してるそういう西側に近いオリガルヒを多分排除しようとしたんでしょうね、まあ、僕の推測です。あんまり調べたこともないし。でだけどそれが排除されると、今度ロシア系の民族系のまた別の金持ち集団が多分入ってきたんでしょう、別のタイプのオリガルヒが。だから結局それがプーチンを支えることになってしまって、だからプーチンもまたそのズボズボの中に、まあやっぱりある程度入ってるんだと思いますね。まあ、エリツィンはもうズボズボだって言われてましたね。だから彼らはもう完全にオリガルヒがエリツィンを動かしているというふうに言われてましたね。でまあプーチンはそれを何とかしようとしたけれども、まあやっぱりうまくいかなかったのかもしれません。その辺はまあよく知りません。ロシアの研究家に聞いてみないとよくわからない。でそれでプーチンは、まあ、ご存知のように最初は、まあ、それでもグローバリズムの中でやっていかないとしょうがない、グローバリズムを前提にしてロシアを強くしようとした。だから西側と接近した、 NATO にも
まあ、入ることはないけれども、まあ、メルケルと、ね、冗談で、ね、ロシアも NATO に入れてくれというようなことを言ってるんですよね。で、まあ、メルケルも、うん、それなかなかいいんじゃないかみたいなことを言ってるんです。だそういうことを冗談でもいいから言えるぐらいのことはまあ考えてた。で、あの G8 とかそういう首脳にも招かれて、まあ、西側と協調しようとしてたんです最初は。だけどやっぱり多分これがうまくいかないってことが非常によく分かったんでしょうね。つまり簡単に言えば西洋からするとロシアは二流国家なんです。どこまで行っても一流とは見なせない。そのことが、まあ、この推測ですけどプーチンはもう嫌というほど多分分かったんだと思いますね。どこまで行ってもロシアは西側からすると二流にしか扱ってもらえない。しかもどうもロシアを実際動かしているオリガルヒってのはあれはなんか実際西側と手を組んでるじゃないか。そうしたらロシアで団結しないとあの西側のあるいは西側と手を組んだオリガルヒと戦うことはできないというふうな気持ちがどんどん強くなってきて、それでロシア文明圏というものをもう一度再興しようと、あるいはロシアスラブ民族で団結しなければならない。で、まあ、プーチンという人はもともとやはりそういうロシア帝国、昔の帝国に対する、ね、憧れが強かった人だというふうに言われてますが、やっぱりロシアで団結して強くならないとそれは西洋に対抗できないというふうに多分考えたんでしょうね。でそうするとこのウクライナが厄介なんですよね、プーチンからするとね。でなんでウクライナはお前らロシア人のくせにそっち側にくっつくんだという話になってくるわけです。でウクライナはウクライナで厄介で、またこれウクライナオリガルヒってのはいるわけですよね。でここにも西洋系のオリガルヒと、まあ、ロシア系のオリガルヒが対立してるんです。で僕らが考えるより以上に僕らウクライナのことはよくわからないんですが、まあ、あの辺の専門家に聞いてみると、やっぱりウクライナってのは完全にもうそんなまとまった国家じゃないって言うんですよね。それ西と東で全然違う、考え方も違う。でもちろん言語も違いますよね。だから東側はロシア語をしゃべる、西側はもうウクライナ語で、彼らは非常に西洋的なんです、西側は。だからウクライナ自体がもう非常に厄介な国でもう分断されてるんですよね。でもちろんプーチンはそれ分かってて、だから、まあ、まずロシア側を完全に自分たちのものにしてしまう、まあ、クリミア併合、そういうことをやる。でそれでそうすれば彼らもちょっと分かるだろうと、お前らロシア人って俺たちと一緒だってことが分かるだろうというふうに思っていろいろやったけれども、どん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  NATO に接近していく、西洋に接近していく。でもうこれ以上は待てないっていうのが、まあ、あの侵略でしょうね。まあ別にいいとか悪いとか言ってんじゃないですよ。どちらがいいとかっていう話じゃなくって、まあそれだけの背景があってこういう事件が起きてるんだというふうにやはり考えとかないとダメだろうと思いますね。でそうするとね、ちょっと今から思い出してみて面白いのは、そのフランシス・クヤマが先ほどの歴史の終わりっていうあれを書いたその 2,3 年後に、ハンチントンっていうアメリカのハーバードの先生が、これまあ皆さんちょっと記憶をあれしてもらえば思い出されると思いますが、文明の衝突っていう非常に有名な本を書いて、でこれも大評判になる、世界中で大ベストセラーになる。だからフランシス・クヤマの歴史の終わりとハンチントンの文明の衝突というのが2つ、これ冷戦以降の世界を描き出した本だって言われてる。文明の衝突というのは1996、7年ぐらいだったと思うんですけどね、6年ぐらいだったかなと思います。でこの本はどういうことを書いてるかというと、これからは西洋的な考え方が世界に広がっていく、そんな福山みたいなそういう時代じゃなくって、むしろ逆だと、西洋の価値観がもう西洋にしか通用しなくなる、それぞれがそれぞれの文明的価値観あるいは文化的価値観というものをもう一度、こう再興するといいますか、もう一度引っ張り出してくる、そういう時代になってくる。で彼はその代表的な文明としてね、一つは中華文明、まあ、一つは西洋文明ですね、西洋文明、それから中華文明、それからイスラム文明、それからロシアスラブ文明で、それから、インドヒンズーインド文明、それからちょこっと
小さいけれども日本文明で、それからまああと一つラテンアメリカ、アフリカ、この8つぐらい挙げてますね。まあ、中心になるのは中華文明とイスラム文明、これが一番これから、それから西洋文明、この3つの文明の対立の時代になるというふうに考えてるんです。でちょっと面白いのはね、まあスラブ、ロシアについてもいろいろ言ってるんです。言っていてちょっと面白かったのは、ウクライナが非常に大きな焦点になってくると、ウクライナが非常に厄介な問題になってくるというふうに言ってるんです。でしかし厄介な問題にはなるけれども、ウクライナはこれはロシアの方向でまとまるだろうというふうに言ってるんですよね。でウクライナ人とロシア人は同じだと、同じ文化を持って同じ文明を共有してるから、ウクライナってのは西側とロシアに挟まれてちょっと厄介な存在ではあるけれども、これはロシアの方について、ロシアの方にまとまるだろうというふうに言ってる。ちょっと面白いですね。これ完全に外れてるんですよ。でもう一人、同じ頃アメリカで、ミッシュマイヤーだって なんとか中国際政治学者が同じようなこと書いてて、これウクライナがあの辺では西洋ではウクライナがものすごく厄介な存在だと、で彼はウクライナの西側につくだろうと書いてるんです。でこれ両方ともありえるんです。だからまあハンチントンが間違ったというよりね、あの辺がものすごい厄介だって話なんですよね。だから西側文明と西洋文明とロシア文明は対立する、ウクライナはその中間にあってこう揺れ動いてるんですよね。で彼は日本についてもちょっと似たようなことを書いていて、日本はもともとは中華文明、中国の影響が非常に強い、中華文明圏に属しているけれども西洋に見習って西洋文明圏に近づいた、ただその中途半端なところであっち行ったりこっち行ったり揺らいでる、まあ、同じようなことなんです。まあ、そんなこと書いてますね。でまあそういうことを考えるとね、まあ僕はハンチントンの考え方の方がよくわかるんです。これからの時代というのはそれぞれのある集団が自分たちの文明をもう一度再定義していって、で自分たちは何者かということを中心に、自分たちのまとめようとしていく、そういうふうに考えた方がいいだろうと思うんです。だから西洋の価値観は普遍的であって、これはもうやがて世界全体を覆うというふうな考え方を取らない方がいい。中国はまずそういう考え方に染まらない、ロシアも染まらない、イスラムも絶対行きません。でアフリカもちょっと難しい、インドだって僕は難しいと思うな。インドにその自由民主主義が平等社会ができるとはちょっと思えないですね。でそうすると世界の大きな文明、あるいは人口の大半は自由や民主主義、アメリカ的価値観じゃない価値観で生きるんですよね。でそのことをやっぱり認めた方がいいだろう。でそこでその価値観を相互に大事にしながら、まあしかしある程度の自由や民主主義もそれはそれなりにね、個人の表現の自由とかそういうことはもちろんあるとして、しかし基本的にはそれぞれの文明の違いを認めていって、認めた上でそれを相互につないでいく、相互尊重するという方向に話をしていった方がいいだろう。新冷戦なんてこと言ったらもうこれどうにもしょうがないというふうに思いますね。でその上でね、言うとやっぱりそれぞれがそれぞれの文明の自分たちの持ってる大事なものは一体何かってことを考えないとしょうがなくなってくる。でロシア文明というのはやっぱりね、これは西洋と全く僕は根本的に何かが違うという気がするな。あの寒いドストエフスキーとかトルストイを呼んだって、あんな作家は西洋から出て絶対出てこないですよ。アメリカから出てくるわけやない、あんな。ああいう黒暗い感じでもう突き詰めてね、でいつも神か人間かっていうそういう選択を迫られて、で人間というのは大地に打って守られているものだとかね、ああいうのは非常にやっぱりロシア的ですよね。ロシアってのはあのロシアが持ってるあの文化の偉大な文化っていうのはやっぱり守りたい。ウクライナはまたちょっと別なんですよね。ウクライナはやっぱり西洋にちょっとそういう意味ではやはり近いし、西洋の影響を受けてる。それからスターリンにあれだけひどい目に遭わされましたから、もう弾圧みたいなものをスターリン時代に受けてるから、
やっぱりロシアは信用できないという気持ちはあるでしょう。でロシア人というのは両面があるんですね。ものすごい諦めがよくって、なんていうか あらゆるものを抱擁して、それを 大地と神のもとにね、全部受け入れてしまうという面と、なんか一気に爆発的にとんでもないことをやる面とね、でそういう面があって、法の支配とか国民国家体制なんていうのは一般的にはロシア人は信じてないですよ。そんなきれい事で世の中がうまくいくとは思ってないんです。でこれはあくまで西洋が作り出した一つの、どういうのかな、まあ秩序を作るための一種の神話ですね。まあ、西洋は宗教と政治を分離した。で宗教戦争が終わって、それでまあ啓蒙主義が出てくる少し前に、まあ、例えばホブスという人が出てきて、政治と宗教は完全に分けなければならないというふうに言った。で宗教は誰がどの神を信じたか構わない、しかし政治はこれは世俗的権力として、これはもう圧倒的な力を政府に、主権者に与えなければならない、まあ、こういう考え方が出たんですね。でそれで国民国家っていうのは作って、主権国家を作って、でこの主権国家の間はこれは国際法というルールを作りましょうと。でこれで何とかやっていこうというのが、これが西洋が生み出した近代社会です。だけどロシアにはそんなものは何もないんです。そんな近代社会の原理も政教分離も国民国家の自立性もそんなもの何もないんです。ロシアは巨大な帝国なんですよ。あの巨大な自分たちが持ってるあの力で、あの大地で、自分たちが信じてるロシア正教の神、そういうようなものに守れたものすごく大きな広大な土地、それがロシアで、そんなところに法の支配とか主権国家なんていう考え方はないんです。でそれはしょうがないですよ、それは。そういう意味では西洋の方が特殊なんですよね。イスラムもそういう政教分離ないでしょ、国民国家という考え方もないんです。あのアラブの土地はあれはもうアラブのもんなんです。イスラムもそういうふうに考えてる。で中国もそうです。中国もおそらく、中国はもともと政教分離をやるふうな強烈な宗教がないですからね、まあいいんだけれども、しかし中国もまあ、一種の皇帝主義ですよね。あそこもあの広大なものを支配するにはものすごく強力な権力が必要で、その権力が及ぶ範囲はそれは中華帝国である、こういう考え方が彼らにあって、だから西洋型の法の支配とか国際法っていう考え方は中国にはやはり基本的にはないでしょうね。だから我々はそういう世界に生きてるってことをまず知らないとダメなんですよね。じゃあ日本は一体何なのか。まあ西洋の考え方を受け入れたことは事実で、日本は島国ですから、まあごく自然に国民国家主権国家になってる、それはまあ非常にありがたい話だから西洋の考え方を受け入れやすかった、それはそうなんだけれども、なんかそれ形だけ受け入れただけで世界中がどうなってるかってことを我々は全然知らない。あるいは西洋の非常に特殊な宗教戦争という非常に特殊なものがあって初めてああいう考え方が西洋で生まれて、でそれがアメリカを通じて今世界に、それが世界を支配しようとしてるけれども、その考え方は非常に得意なものでね、で万人がたちまち納得できるようなものではない、まあ、そういうところまで来てるんですよね。じゃあその先、いや日本は一体何なのか、もしロシアが攻めてくる、中国が攻めてくる、そしたら一体何をもって戦うのか、何をもって何を守るというふうに言うのか、でこれはちょっと答えは今のところないですね。日本人は誰もそんなこと考えてないでしょう。でもちろん命を守るというふうに言う、多くの人が生命財産を守るというふうに言うでしょうけど、命を、生命財産を守るためには戦争しないとダメだ。戦争するってことは命をかけることですから、だから戦争するってことが同時に命を捨てることにもなるわけですよね。こういう矛盾を一体どう考えるのか。じゃあ命を守るために降参しました、あとはじゃあロシア中国に支配権を任せます、うまい具合に我々を支配してください、そんなことを言えるかって、やっぱり誰もそこまでは言えないでしょう。誰もそこまで言えないってことはやっぱり大事なことで、何かプライドってのがあるんですよね。
こちらから攻めていくんじゃない、向こうから攻めてこられた時に、攻めてこられた時に何か向こうがしかも間違った理不尽な侵略をしてきた時には、これはやっぱり命を捨てても戦わなければならないというのが何かプライドというのか尊厳というかディグニティというのかな、やっぱりそういうものはあって、これは日本でも西洋でもロシアでもウクライナでもイスラムでも多分同じことじゃないかなという気がしますね。そうするとやっぱり国を守るということの一番根本にあるのは、まあ、なんかそういう意味でのプライドあるいは尊厳、なんかそういうものかなというふうに、まあ僕は思うんですけどね、まあ、しかしそれは一人一人の人が自問自答して考えてもらうべきことだろうというふうに思います。まあ、残念なのは、まあ、国会議員はまあ忙しいから、今安倍さんの問題で統一教会でね精一杯で議論こんなこと考えてる暇ないのかもしれないけど、マスコミがそういう話を一切しないっていうのが問題ですね。あ、ちょっとそれがついでに、ね、ですね、ちょっと宣伝してきますと、あの今日発売の、ね、朝日新聞にあの僕の論説が載ってますので、今日発売、今日の朝刊です。はい、あ、それこれです。ちょうど安倍さんとね、安倍さんの、まあ、要するに安倍さんの事件について、まあ、僕の考えてることを書いて、で今え朝日これがね、朝日がね結構僕と気が合うんですよ、ね、朝日のある部分が変なことで、いや一般的にはそうなんですよ、一般的にそうなんですが、それからもう一つこれも宣伝ですけど、今発売されている中央公論に、安倍さんは保守であるかっていう、まあ、安倍さんは本当に保守の政治家なのかっていう、まあ、そういう論考を書いてますので、まあ、ちょっとそれも関心のある人は参考にしてください。じゃあ、まあそういうわけで、ありがとうございました。じゃあこれで、すみません。